ハンター。YouTube をご覧の皆様、こんばんは。今夜もやってまいりましたミュージックハンター365。本日は大塚ディーパさん、素敵なお花が届いております。ちょっとね、お名前も出てますが、今日も素敵なアーティストを紹介していきますので、最後までチェックしてください。それでは本日ご紹介するアーティストはこちら。本日のゲスト、海老沢茜&ネッチバンドの皆さんです。お願いします。それでは皆さん、バンドとお名前をお願いします。はい、まずボーカルの海老沢茜です。ベース、智弘です。ドラムの原ちゃんです。ギターのレイモンです。はい、じゃあそれでは海老沢茜&ネッチバンドの皆さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは海老沢茜さん、本日はワンマンライブということで、はい、ネッチバンドさんもね、ご一緒にやられるということで、よろしくお願いします。はい、で今日ね、早速ワンマンなんですけど、はい、今日はちなみにどういったワンマンライブなんでしょう。今日はですね、海老沢茜の100人ワンマンライブ、ファイトファイトネッチーっていうものを開催いたします。じゃあ海老沢さん、はい、早速なんですね、かなりワンマンライブとか、まあ、ライブもいっぱいやられているということなんですが、こうライブの見どころみたいなところがあればぜひお伺いしたいんですけども。はい、私普段オケとか、あと弾き語りとか、あとサポートミュージシャンさんに頼んでやったりしてるんですけど、今日はですね、全曲生演奏でお届けということで、私の弾き語りもあるし、アコースティックのバージョンもあるし、そしてバンドの皆さんで大迫力で全部バリバリね、音楽を作ってお届けする予定なので、今日はもう生演奏でがっつりお届けできるかなと思っております。なるほどですね、生演奏楽しみ、かなり迫力があるライブだと思いますので、はい、ぜひぜひね、それも今日のライブ映像またこの後に出てきますので、はい、それを楽しみにしてください。ちなみにネッチさんっていうのはどういったところから。私本名が、まあ、家系名と一緒なんですけど、海老沢茜って言うんですけど、海老沢茜、茜ネッチ、ネッチが残りまして、ネッチだけ残ってネッチって呼ばれるようになって、はい、でもここ2年ぐらいなんですけど、それが広まっていろんな方に呼んでいただけるようになりました。なるほど、はい、一番最後のところだったんですね。そうですね、わかりました。はい、ありがとう。まあ、遠征もね、結構行かれてるそうなんですが、かなりサバイバルな遠征をされているという話をちらっと聞いたんですけど。そうですね、まあ、私がお金を1円も持たないで、新幹線のチケットとか、あと生活費とか交通費とか宿泊費とかもろもろ全てを路上ライブの投げ銭と、あと CD の売り上げでやっていくツアーを大体1週間ぐらい、もう今5回ぐらいやってます。なるほど。じゃあもうその場その場で。そうですね、路上ライブで、はい、すごい。それででもね、5回もちゃんとできてる。そうですね、素晴らしい、はい、かなりラーメンがお好きだというのもお伺いして、はい、かなりハードな方のラーメンが、まあ、中でも中本の蒙古タンメンっていうラーメンが大好きで、まあ、辛いのはあんま得意じゃないんですけど、中本のラーメンがとにかく大好きで、もうしょっちゅう行っちゃいますね。なるほど、はい。まあ、ちなみにまあ、そのラーメン屋さんじゃないんですけど、昨日私たち最終リハーサルだったんですけど、みんなで決起会ということで最後にね、ラーメン食べに行ったんですけど、はい、ドラムさんは1玉、はい、で、ベースさんは2玉で、私2玉で、彼だけ4玉、はい、食べてて、それでね、もう皆さんも、はい、ネッチバンドの皆さんも割とラーメンが好きな方が多いのでね、よく話が合うので、それもね、楽しい、ね、なるほど、皆さんラーメン好きと、はい、いうことで、4玉、すごいですね。大丈夫ですか。入りそうですもんね、なんかまだ入る。それではネッチバンドの皆さんもね、今日は一緒にご出演ということなんですが、それぞれね、皆さん各々の活動をされているということなんですけれども、どんなバンドさんだったり、こうアーティスト活動されているのか、またお聞きできたらと思いますが、いかがでしょうか。僕は3ピースとかアトレスティアっていうバンドで、アトレスティアスペースを、ジャンル的にはどういった感じの。そうですね、ざっくり言うとギターロックが一番近いのかなって。なるほど、なるほど、はい。自分はですね、高校生の時から、かれこれ18年ぐらい前から、一番柏っていうところでずっと音楽をやってまして、まあ、そのさまざまなバンドをやっていく中で、茜さんのバンドにも参加させてもらってます。はい。で、北さん、どういかがでしょうか。僕は、グローリーレイっていう2人組で、ユニットをやってます。ジャンルが特になくて、アコ
コースティックだったんですけど、12月から YouTube も始めるんで、おお、なんでもちょっとジャンルが無限になっちゃって、正直弾き語りはそんなにやらなくなっちゃって、ちょっとジャンル無限になっちゃって、ジャンル無限な。皆さんのね活動はまたあの下の概要欄の方にこういろいろと書かせていただきますので、ぜひぜひそちらもねチェックしていただければと思います。それでは海老沢あかね&ネッチバンドの皆さん、はい、ね、ワンマンライブされる時はこの大塚ディーパさんが、はい、基本的にここで使われているそうなんですけども、はい、まあ、ここでワンマン常にやられる理由っていうのもしあればお伺いしたいなと思いますけど、私3年前に初めてアイドルライブでこちらのディーパさんに来させていただいた時に、まず入った時の匂いと、あとスタッフさんの感じの良さと、あと音響と照明の機材の良さと、あとこのなんか雰囲気がもうすぐ大好きになっちゃって、私がなんかレコ発とかワンマンライブやるときは絶対ここにしようって思って、そこからもうことあるごとにワンマンライブはこちらのディーパさんでやらせていただいております。なるほど、はい、すごいそんな思い出がね、はい、あので、でまあ今日もありますということで、はい、今後はいかがでしょう、今後のそういう活動がもしあればお伺いしたいなと思いますけど、はい、実はですね今日発表予定なんですけれども、2020年の1月8日にこちらで私のバースデーライブが開催されます。お誕生日、はいはい、毎年やっているんですけど、ここでバースデーを迎えるのはなんと3なんですけれども、本当に毎年毎年たくさんねお世話になっている大好きな会場さんでございます。その日もですねネッチバンドの皆さんと一緒に出演予定ですので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それではネッチさん、残念ながらねお時間になってしまいました、はい、ですのでね、もしよろしければ番組ご覧の皆様に何かメッセージがあればお願いします。はい、ということで皆様改めまして海老沢あかねと申します。この番組を見てくださり、そして海老沢あかね&ネッチバンドを見てくださりありがとうございます。ぜひぜひ私たちの情報は Twitter などで知れますので、どうぞチェックしていただけると嬉しいなと思います。それでは皆さん、おつねっちでした。はい、それでは本日のゲスト海老沢あかね&ネッチバンドの皆さんでした。ありがとうございました。ではこの後海老沢あかね&ネッチバンドのライブ映像、そっちもチェックしてね。ミュージックハンター。
本日も最後までご視聴ありがとうございました。本日のライブは大塚ディーパさんからお送りしました。大塚ディーパ、気になった方はこちらをチェック、こちらミュージックハンターのチャンネル登録もお願いします。また明日もお会いしましょう。